さあ来い。待て。迎え撃ってやろうぜ。よしよしよし。勝てっかな。勝てっかな。って感じですね。って感じ。そうだな、やっぱ渡らせてやりましょうかね、やつらはね。こうかな。心配だな、もう。行くぞ。どうやってくんだこれ。あ、陣しかないね。ゲチしかないのか。ちょっとゲチよ。この人はもうしょうがないからこの辺に行こうぜ。我が命に従え。我が命に従え。あ、おとり部隊誰だ。ちょっと。忘れちゃうの、いつもね。わかんないもんね。書いてないもんね。何なんだよ、もう。おとり部隊誰ですか？あー、合流部隊をうまく使いましたね。いいよ。合流使いますね。弱き者、何時は義を知らぬ者よ。また1になっちゃったよ。でさあ、多分もう講和になっちゃうから、今川さん一戦もしなかったけど、講和しよう。は、ここはしてくれればね。あ、帰ろうか。うん、帰ろう。こっちも米ないけどね。これあれだな、絶対に引かないパターンでしょ。戦場は狭いんですね。あった。死力を尽くした甲斐があっただ。まあズルして勝っただけですね。へえ、減る減る減る。まあ間に合わないと思うけど。いざ参ろう。行ってみようか。出陣するぞ。あ、攻めてくるかもしれないな、今川さんが。あ、交渉できんじゃねえ。いいよ。いいぞ。米ねえんだ。あー、くそ。壊しちゃった。しかも
無条件講和じゃないかよ、もう。報告いたします。やばい、動画的にすごい締まりがないね。お命令を。締まりがないな、壊しなきゃよかったな。ないね。志、うん、果たせぬか。あ、ちょっと待って、報告いたします。ドメ結びたい。一気うるさいからドメ結びたい。一気のせいじゃねえかよ。かしこまった。一気のせいですごいへーへーって困ったね。まあ、どこか米ないからね。志果たせず。ああ、もうまた来たよ。終えられぬな。何なんだよもう。発達。そうだわな。お嬢さんとやるか。この戦、我が掌中にあり。助太刀いたす。どうしようかな。先制してから決めるっていうね、ダメですよこういうのは。うわ、攻めづら。超攻めづらい。中条かな。ねえ、忍びの里こんな作りまくってさ、中条かな。すごい攻めづらい。じゃあ宇都宮城にしよっか。あ、テルコさんだよ、テルコさん。テルコさん。あ、ちょっと待って、兵装買ってかんでしょ。いやらしい鉄砲部隊になってますか。ついてこい。あー、大丈夫かな、もう。うん。あ、斎藤さん頑張って。我が力を貸そう。いいよ。いいよいいよ。安い。で、片付けない。ん？うん。まあ、相馬さん頑張ってくれ。我が力を貸そう。いいよ。どこの辺？あ、いいよ。安いせ。片付けない。はいはい、斎藤さん、どうしよう、不参戦。皆の者、我に続け。うえ、
あ、ちょっと待って報告いたします表情を行う。すいません、我が義を示す。これ強いんですよ。対面もないからな。あ、八王子城ちょっと回収しとこっか。あ、まあ別に一回でも人は城ですよ。はいはい。かしこまりました。あ、そうそう、本願寺さん仲良くしようよ。承知いたし。深いなあ。あ、攻めてくるんだ。頭いいね。我に続け。頭いいんですよね。うん、やろっか。なんだこれ。あー、やってみっか。やだなこれ。自分から仕掛けておいてあれです。ついてこい。よしよしよし。ドキドキだな。ちょっと慣れてきましたかね。誰にも止められねえ。うん、ちょっと慣れてきたよ。あ、ゆうきさんいいでしょう。あー、強行でいいかな。待ってなさい。ちょっと待って、こっち勝てるかな、こっち勝てるかな、心配だ。腹の底から勝ち時をあげろ。やってやろうじゃねえか。6日で着くの？本当に？進め。ちょっと待ってね。うわ、待機せよ。あ、やった、見つめた。やってやろうじゃねえか。よし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 。あの AI の頭が良くなったせいで読みやすいといえば読みやすいですよね。壊してこないかな。いいよ。あの包丁さんとはね、別にやりたいわけじゃないんですよ。向こうから壊してきてほしいだけなんですよ、ね、
いや、米が欲しいってことですよ。ちょっと慣れてきたな。よし、ゴー。行くとしよう。別にね、覚悟しろ。なんだろうな。覚悟しろ。始めるぞ。まあ、総大将、まあ、狙わなくてもいいかもしれないですけど。叩きのめせ。ゲチよ。さあ、行こうぜ。ご命令よ。覚悟は良いか。覚悟しろ。いや、狙った方がいいんですよ。狙った方がいいんだけど、敵の居所、なんつったらいいのかな。すぐに終わらないんでね、戦争は。ゲチよ。罠でもあんのかな。敵の居所知れましたな。敵の居所知れましたな。減るね。何なんだこの無様な合戦は。もう何なんですかね。やめてください。弱者にしよう。それが戦場よ。いいね。すげえ減る。減りすぎじゃないの。合流だ。いいね。出陣する。いいね。合流いいね。いいよ。5部隊しかいないんでしょ。うん。勝てんじゃねえかな。さあ。なんだった？腹の底から勝ち時を上げろ。よくわかんねえな。よくわからんな。小山田さん。あ、金968でいけんだけど。なるほどな。なるほどなじゃねえよ。なるほどな。金だ。なんだと。中条さんだったらまあ助手でもいいな。非常に危ない八王子でどうだ。何がしたかったんだろうな。でこうしてこねえかな。さあ北条さんこうしてくるんだ。あ、いいね、いいね、いいね。どんどん来るね。報告いたします。まあ大丈夫かな。志果たさずして賞は終えられぬな。どういうこと。あ、畠山家がだ、あ、よかったよかった。
ちょっと待ってね。お前結んどいてよかった。え、従属すんの？なんだこれ、なんだこのゲーム。延長しとこう。かしこまった。足川さんダメなの？延長してくんないの？ダメなの？よし行こう。あ、ためた。ため。我が義を示す。いいの？うん、いいでしょう。あれ、攻めてこないな。行くぜ、出陣だ。あ、揺るがない。あ、揺るがないならいいかな。これが器の違いってもんだ。古川御所、古川御所、なんで A なの？なんなのこの城。北条さん今まで何暇だったのかな。本当にそう思うわ。ちょっと待ってね。2万200。たま、古川御所は6000対8000。うん、まあいい勝負じゃないかな。待機せよ。よーし、来た。いいんですよ、それでいいんですよ。俺は米が欲しかったんだ。米欲しかっただけなんだけど、ちょっと城も奪っちゃったな。ごめんよ。斉藤さん、今川さんになんか意思を報告いたします。いい、そういうの面白いよね。ずっと劣勢になり続けるのつまんないからね。いいね、面白いよ。うん、よしもうちょっと、まだもうちょっとゲームできる。ちょっとね、ずっとゲームはできないんですよね。かしこまりました。わかりますよね。でさあ、武田さん、どういくさ、我が小中にあり。手を貸してやろう。ありがとう。ちょっと誰かと仲良くしといた方がいいな、そろそろ。お、六角さん強いじゃんね。いいね。しかもかっこいいしね。なんかすげえかっこよくなってんだ。じゃあ行きましょう。一気に行きましょう。うん。我に続け。うん。いっか。いざ参ろうか。まあいいでしょう。米ももらったしね。よし、何してんだ。最後。まあこれでね、北条さんは援軍で出てきちゃうんでね。その代わりこっち疲れる心配ないですからね。まあ、滅んでもらいましょうか。米ももらったしね。奪った米で攻め入りましょう。さあ、行け。なんでこんな家宝持ってんだろうな。あ、同盟できんじゃんね。はひそかに従属してしまった本願寺さん。家宝は、ちょっとね、試したいことがあるんだよね。試したいことがあるんだよ。すげえな、一等級だって。あ、いいね、陸刀だ。陸刀はあれですね、太閤坊呂昌が書いたと言われる兵法書ですね。まあ言われてるだけで、おそらくずっと後に作られたものだろうって言われてますけれども、孫子の兵法ほど有名じゃないですけれども、まあ、兵法書の中で有名な部類ですね。
最後は、なんだっけな、長領がこの陸刀を学んだって言われてますね。もし間違ってたら、今謝りません、ね、謝んねえのかよみたいな、ね、あ、無制限でいいじゃない。は、任命しておいてた気がするんだけどな。そろそろ今川さんともやるでしょうね。いやらしいことしましょうね。いいよ。畠山さんもいいね。畠山さんにもちょっと滅んでもらいたいんでね。はは、いいぞ。あ、ちょっと待って。やる気出してほしい人あんまいねえな。あ、でもいっぱい余ってんな。かたじけない、やる気出してくれよ。かたじけない。あ、これでいないんじゃない。みんなやる気満々だね。いいぞ。まあ、武田さん滅ぶかな。こうはしてってなかったっけかな。ちょ、記憶違いかもしれない。浅間さん滅んだか。揺るがない。ん、揺るがないんだったらいいかな。まだまだ若い者には負けぬわ。あ、こう、うん、攻撃いいかな。お、滅ぶんじゃない？あ、こっちは大変だな。ほいでしょう。うん。たまたま。交渉できる。ちょっと待ってね。ということはだよ。こっち落とさない方がいいね、多分。待って、ホイにして最後の城をね、確か交渉に応じないんですよね。厄介の方を先に落とそう。交渉でね。あ、いいよいいよいいよ。ちょっと家宝を集めたいんですよね。すげえな将軍。マジかよ。金神さん、行ってくれ。あ、任意投稿を。こうはしたくないんでね。お、いいの？いいのかよ。勝ったぞ。よし。勝ち時をあげよう。で、こっちは攻撃に戻したわ。ね、最後の城は交渉に応じないんで、先に落としづらい方を交渉に落とすって感じですね。まあ、これぐらい誰でもできますね。ナムケ、あ、やばいやばいやばい。報告いたします。すみません、すみません、ゲチオ。すみません、帰れ帰れ帰れ。あー、ちょっともうダメだろ。もう伊達さんはもう内側から切り崩してしまう。なるほどなるほど。なるほど。本当に分かってんのかな。なるほど。さあ、金でどうだ。いいのかよ。安いね。もうすぐ来てもらっちゃおう。なんてこった。これ結構僕だったら嫌ですけどね。あ、ちょっと待ってね。内政飛ばすんでちょっと待ってくださいよ。最高。あ、この戦、我らの勝ちのようじゃ。なんだかんだで滅んじゃったな。これも間違って首切っちゃったからね。そんなつもりはなかったんだ。はい、いらっしゃい。いらっしゃい。帰ろ。さあ、次回は北条さんとの一大決戦となります。またお会いしましょう。ではまた。うん、飛ばしていいでしょ。